皆様こんばんは。 Hello everyone、 犬神マリアです。このゲームは釣りが大好きな高校2年生の男の子が魚に腕を噛まれた日から同じ朝を繰り返してループから抜け出せなくなっているという話です。で、今クラスメートの美咲ちゃんと飼い犬を一緒に探していたところなんですけど、なんと主人公が心当たりがあるという新たな展開が始まりました。ここですね、伊藤さんの家の前でワンコの情報交換をした後に、どうしよう、見当もつかないようの返しに主人公が、なあ、少し別のところを探してみないかな。なんで？知ってるの？なぜだろう、そう思える。何の根拠もないが、これだけ探していないのだから、他を探すべきだと思う。いや、そう理由付けしているだけで、直感と言うべき何かがそう思わせる。こっちの方へ行こう。それは全くの勘だ。それこそ何の根拠もない。ただ、足が勝手に進む。何か確信めいたものを自分でも感じる。こっちに行けば、いる。なぜかそう思えた。元気なくとぼとぼとした足取りだが、特に反対するわけでもなく、伊藤さんがついてくる。いるのか？ワンちゃん、あ、もうまた夜に。少し山の方に歩いただろうか。あたりも少し暗くなってきた。後ろを歩く足跡が消えた。どこ行った？伊藤さん？振り返ると伊藤さんが顔を上げて固まっている。どうした？一軒の家の前まで来た。ワン！あ、ワンコ！唐突に犬の鳴き声がした。いたいたいた、よかった。瞬間伊藤さんが動き出した。ワンコ！あー、感動の再会。俺を押しのけて走っていく。伊藤さんが民家の庭に入り、しゃがみ込んで犬を抱いていた。ワンコ、ワンコ、よかったよ。伊藤さんが犬を抱きしめている。ここは伊藤さんの家ではない。民家の庭に首輪のついた犬がいれば、犬はその家の犬なのではないだろうか。いや、よく見ると犬小屋がない。それに犬の首輪から伸びた紐は電気の延長コードだ。え？延長コードが水道管のパイプに通してある。犬を飼っている様子ではないことは明らかだ。なんで？あ、あー、物音がして家の玄関に目を向けると、ドアの前に恋ちゃんが立っていた。恋ちゃんの家か。人の家の前で騒がないでくれるかしら。ここは瀬川さんの家か。ということは、あんたが、瀬川さんが伊藤さんの犬を連れ去ったのか。そうですね。自業自得よ。おっと、何ですって？やばいですね、やばいですね。二人の間の空気が変わった。睨み合いが続く。伊藤さんも瀬川さんも目が座っている。一触即発といったところだ。ここは俺が仲裁をすべきなのだろうか。もちろん、そうするしかないか。そうそう、ワン、ワンコだ。ワンコが吠え、伊藤さんの元へ走る。当然首輪にはケーブルがつながっており、数歩で強制的にブレーキがかかる。キャオン！あいたたた。勢いよく走りすぎたのか、犬が苦しそうな鳴き声を出した。かわいそう。おお、すげえ。おらー、ちょっと待って、見たい。綺麗ですね、これフリーエムですよ。こんな綺麗なイラストがつくんだね、今のね。突如伊藤さんが数歩の距離を走り、平手を瀬川さんに打ち込んだ。バシーンと破裂音のように響く。こんな、瀬川さんが伊藤さんにつかみかかる。そのまま肩口に爪を立てて握り込んだ。うぐ、このあんたが。何よ、ふざけんじゃないわよ。やばいやばいやばい、二人とも取っ組み合いしてるよ。数分だろうか、二人の争いは体力の限界か、どちらともなく収まった。動きが止まり、二人の吐息が聞こえるだけになった。そこで動いたのは犬だ。いや、主人公動けよ。マン！一つ吠えると、犬はなぜか俺の元に来た。なんで？なんかしろよ、前みたいな。小さいビーグルだ。毛並みがいいので、よく手入れされているのがわかる。美咲ちゃんの愛情ですね。ご主人様の方を見ると、まだ瀬川さんと睨み合っていた。犬を抱いてみる。
人懐っこい犬だ。誰にでもついていきそうだな。これじゃあ番犬にはならないだろう。空き巣も犬を飼っている家は餌を持っていけば狙いやすいとテレビ番組で言っていた。あれ？でも犬って結構警戒心が強いので知らない人からのものはあんまもらわないはずですけどね。匂いも敏感ですしね。ひとしきり撫で回すと首輪の部分に何かが挟まっているのが見える。赤い首輪とたるんだ首の皮の間に奇跡的に石がはまっている。え？なんだこれ。う、手に取った瞬間頭が締め付けられるように痛んだ。なんだなんだ。う、思わず目を閉じる。痛みが引いた。痛みは一瞬だったか数十秒だったかわからない。とりあえず犬を下ろす。すると犬は伊藤さんの元へと走り飛びついた。ワンコ。伊藤さんが犬を抱いたことで二人の膠着状態が解かれる。あんたが私を突き飛ばしたせいで。そうだよね。何を。封印解けたじゃないの。おーと美咲ちゃんはでも何にも知らないぞ。は？何言ってんのよ。おとついの夕方、あんたが山で、あんたのせいよ、あんたも呪われろ。そう叫んだ瀬川さんはもう喧嘩をする気はないのかドアを開けて家に入った。その瞬間また俺を頭痛が襲った。う、痛い。だが何かを思い出しそうだ。長い時間何度も何度も封印、呪い、魚、鬼、祠。主人公が恋ちゃんから魚の伝承の話を聞いたのは一個前のループの時だから本当は覚えてないんですよね。封印。ふと握りしめた手の中にある岩に気がついた。岩なんだ。封印？それかもしかして一昨日伊藤さんと瀬川さんは山で喧嘩をしていた。この際その原因は何でもいい。そこで伊藤さんは瀬川さんを突き飛ばした。瀬川さんは祠に倒れ込み呪いの魚を封印した岩に当たる。その衝撃で封印の石が取れ封印が解けてしまう。その際そこで財布を落とした。そのまま気づかずに帰宅したが伊藤さんは財布に気がつき中身を抜いた。盗んじゃったんだよね。もしかしたらその時伊藤さんは犬の散歩中だったのか。封印の石が何かの拍子に犬の首輪にはまった。封印は解かれた。昨日財布を探した瀬川さんは伊藤さんの犯行に思い当たる。そこで復讐のために伊藤さんの犬を連れ去った。そういうことなのか。う、今回はあゆちゃんではなく恋ちゃんが気づいたと。また頭痛だ。今度の頭痛はかなり痛い。ループで経験したことを今全部思い出してるんだね。気がつくと辺りは真っ暗だった。意識が少し飛んだのかどれくらい飛んでいたのかわからないが俺は瀬川さんの家からそう離れていない場所に立っていた。周りには誰もいない。美咲ちゃんも犬もいない。どうしたのか。さっきほどではないがズキズキと頭が痛む。うえ、音感。体調がすごく悪い。空腹感。すごく腹が減った。頭が痛い。一体どうしたのだろうか。ふと手の中に違和感があった。岩というか石だ。封印の石だ。そうだ。これを祠に戻すんだ。戻せるの？すごい。これでじゃあ元通りじゃない？頭がぼーっとする。急がなければならない。重い足を無理やり動かす。祠のある山はすぐそこだ。うぐぐぐがが。舌がもつれてうまく声が出ない。やばいねやばいね。倒れるかな。ふらふらしながら一生懸命山を登る。急がなければ。早く。
早く早く山道を登る。急いで登る。何度も転びそうになったが登る。すると祠があった。倒れ込むように祠に向かう。見つけたよ。目の前だよ。頭が痛い。考えられない。あとちょっとだよ。手を祠の岩に叩きつける。手の中の石が岩にはまった。おー、よし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 。頭が痛む。痛い痛い。頭が痛い。痛え。これは記憶が全部戻るのかな。お、すごい。封印の岩、岩が光っている。おー、これが魚が封印されてる伝承の伝わる岩ですね。静寂。急に静かになった。いや、元からうるさくはなかったのかもしれない。ただ頭痛が嘘のように消え、変なだるさもなくなった。お、よかった。体調も悪くはない。頭もすっきりしている。何だったんだ。祠を見ると何事もなかったかのようにただ岩があった。不思議な岩だ。何か文字が彫ってあるように見えるが読めない。ただ全て終わったのだろうと思う。呪いの魚、この地の伝承、おとぎ話の魚、封印の岩。不思議な体験だった。だが、なんとかなったのか？え、なったでしょ。まあいいか。え、よくわからないことは世の中には多い。気になる。魚をフライパンで焼く方法のようにわからないことはたくさんある。だが、そんな方法はなくてもいい。グリルで焼けばいいように解決できればそれでいい。それでいいのだ。え、だってあゆちゃんも帰ろう。あゆちゃんも死ななかったし、こいちゃんもね。犬も見つかったし。帰宅すると両親もいた。帰ってきたんだ。あれだけあった空腹感は収まったし、なんだか気疲れしたので寝ることにする。風呂に入って歯磨きをし、さっさと床に着いた。全部解決じゃない？ほら、頭が痛くない。翌朝、何年ぶりかのようなすっきりとした目覚めだ。やったー。よし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 。体は快調で清々しい。カーテンを開けて窓を開放する。朝日と同時に爽やかな空気が部屋を満たす。伸びをして体に血液と酸素を流し込む。さすがに空腹だ。腹が減ったので下に降りる。よかった、新しい朝です。始まったよ。父が食卓に降り、母は台所にいた。おはよう。挨拶を交わして席に着く。新聞を読む父、朝食を用意してくれる母。今日は何をしようか。出てきた朝食を食べていると、新聞を読んでいた父が言った。昨日の祭りで殺人事件があったそうだ。え？あ、さよりちゃん。しまった、爽やかな朝にそぐわない身近で遠い話題。そっか、カツオ食べちゃった後か。裏手の山中で身元不明の若い女性の死体の一部が見つかったらしい。犯人はまだ見つかっていないようでな。気をつけろよ。犯人と思われるものの唾液が検出されている。歯型がいっぱい残ってたんだろうな。おぞましい事件だな。何かを忘れている気がする。親友がやりました。何もかもうまくいったような、そんな気がするのに。なのに胸がざわつく。もしかしたらもっといいやり方があったのではないか。なぜかそんな気持ちになる。はい、ご飯できたよ。お母さん、出てきたのは鮭のムニエルだった。しまった。瀬川ちゃん姉妹と、あ、終わりました。これはこれはバッドエンドっていうことだよね。瀬川ちゃん姉妹と美咲ちゃんは助けたけど、そうだよ、カツオくんとさよりちゃんのタッチでしたね。バッドエンド。そっか。はい、ということで全部うまくいったと思ったら、残念ながらバッドエンドでございました。ただ
主人公がね、もっと何かいい方法があったのではって言ってたので、全員を助けられるルートがあるんだと思います。次回必ず達成してみたいと思いますので、よろしければ次の動画もまた見にいらしてください。ご視聴くださりありがとうございました。